誰ですか？私？わかんない。雨でしたよね。あなたが助けてくれたんですか？ありがとうございます。あ、ここはどこですか？なるほど。私は誰ですか？わからない。そうですよね。私だけでしたか、そこにいたの。仲間は？いなかったか。記憶というか状況が分からなくて。そうですよね。あなたもそうですよね。はじめましてですね。助けてくれてありがとうです。あ、飲み物
とうございます。いただきます。少し落ち着きました。これ髪がボサボサだから、髪、あ、何か自分を映すことができるものありますかね。鏡、あ、はい、それで。あんまり分かってなくて、つけてみますね。合ってますか、つけ方。ありがとうございます。何から話したらいいかわからないですけど、あ、怪我？あ、全然元気ですと思います。あ言葉ちゃんと喋れてますかね。わからなくて。寒い。いや、雨に濡れたから。雨苦手なんです。そう、寒いのが苦手で、お水とかは好きなんですけど。あ、でも暑いのも、暑すぎるのも苦手なんです。体温があんまり調節できなくて。あ、お風呂、あ、お風呂は好きです。ここはあなたのお家ですか？そっか。お家に入ったの初めてなんです。いろんなものがありますね。ごめんなさい。なんか自分が自分じゃないみたいで。いや、意味わからないですよね。あなたは何ですか？
人そうですよね。私は何に見えますか？私は一緒ですかね。今からおかしなことを言います。私人じゃないです。気づいたら目が覚めたら雨に打たれてて、でも雨苦手なので困ってたところを多分助けてくださったんだと思います。多分そのまま寝てて、多分それでその時にそうで助けてくださったんですよね。信じられないですよね。私も信じられないんです。そうですね。あと家族が心配です。でもどうだろう、探してるかな。いっぱいいるんです。パパがいて、ママがいて、兄弟たちがたくさん。でも私分からなくて、人のこと。だからどうしたら家族に会えるのかもわからない。人はすごいですね。いろんなものがある。あなたなら信じてくれるでしょうか。私は人じゃなくて別の生き物だって。どうですか。私人じゃなくてカピバラなんです。だから雨も苦手、
寒いのも苦手、暑いのも苦手、群れの中にパパがいて兄弟がいっぱいいる。お風呂も好きです。水も好きです。でも気づいたらなんか人になってて、なんかついてるし、これからどうなるんでしょうか。人のことを教えてくれませんか。これから、いつに、いつまでになるかわからないですけど、もしかしたら人として生きていかなきゃいけないかもしれないので、なんか教えてくれませんか。なんか豆知識、人の生活に役立つ情報、簡単に入れる水辺はありますか？お風呂、温泉、いいですよね。あったかい。ありがとう。親切な方に助けてもらえて、とっても嬉しかったです。カピバラは基本群れで行動するので、多分一人では生きていけないと思います。あ、人もそうなんですか。じゃあ、一緒ですね。人もカピバラも。ちゃんと家族の元に帰れるようにいろいろ試してみます。仲間になってくれるんですか。ありがとうございます。まずは家族を探してみます。ここにいても多分人のままだろうし、ありがとうございました。
一緒に探してくれるの？その方が心強いと思います。よかったら一緒に旅に出かけませんか？ありがとう。出発します。よいしょ。ということで、このということでで出てくるのはあった方がないのか、あった方がいいのかな、あっへえあった方がいいのかない方がいいのかわからないんですが、ロールプレイ第2回目第2弾ありがとうございました。お疲れ様でした。でなんかさ、私のこと病んでるみたいなコメント結構見かけたんだけどさ、全然あのいつもこんなんだよ私ね、ちょっとねはい、全然違う感じですけど、はい、ということで今日はね、最初はねなんかもうびしょ濡れというか、あのホラーじゃないな、なんていうの、このね雨の音をねフリー音源で拾えまして、なんだ、そう、それを皆さんが、皆さんというかあなたがこうそのね雨にべっもうびっしゃびしゃな女の子をこうどうにかしようと思ってあの助けてくれたっていう、そういう設定が始まりまして、でまあちょっとそのロールプレイ仲間ってちょっと入れたんですけど、あのまあネタバレになっちゃうから言わんとこうと思ったんですけど、まあ、結論何がしたかったかっていうと、カピバラをやりたかっただけなんですよ。カピバラをやりたかっただけなの、本当に。あのなんでこれやるかってなったら、その前回ね、先週の土曜にあの次何がいいですかって聞いたのよみんなに。そしたらね、一番多かったのがカピバラだったの。え、もうじゃあカピバラにするしかないじゃんと思って、でどうしたらカピバラになれるかなって考えたら、まあ、そう、鶴の恩返し方式でもよかったんだけど、まあなんかいつの間にかカピバラになってた子を助けて一緒に家族を探しに行くっていう、まあシンプルですけど、だからもう最初は自分が何なのか分かんなくて、人って何って聞いて、そう、あこういうことねっつって、あなるほどねっつって、わーって行こうみたいな、そういうで実質何がやりたかったかっていうと、カピバラになりたかっただけなんですよね。はい、困った。だからね、そう、その早い人はね結構ね気づくと思うの、まあ、服の色とか、まあ、私がもともとカピバラに似てるって言われてるのとか、あとはその本当にカピバラについていろいろ調べたんだけど、あのね南米の動物らしいから寒いの苦手なのね、で雨も苦手なの、なんか水は好きなんだけど雨苦手なんだって。だから、まあ、最初雨っていう設定だし、であとお風呂好きとか
でね、そう寒いの苦手なんだけど暑いのも苦手なんだって。もう意味わかんないよね。そうで、でまあその群れで行動してて、一番上のパパトップがいて、でいっぱい兄弟いるよみたいなのもそんな感じそう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 。だコメントもねありがとうございます。コメントね全部ね、全部でもないというか、たまに今回今回はねたまに拾ったんだけど、そうちょっとその人間人って何ですかみたいなの聞いたけど、そうというかで、ね、ちょっと全然喋れない。そう聞いたんだけど、あれね、普段というかこのロールプレイ配信だと全然コメントは見れないので、そう見てはいるよね。でもたまに笑っちゃうんだよ。なんだよあなたは何ですかって言ってオタクですって笑っちゃいそうになってさ、我慢するの大変だったんですが、ですが みんなオタクですっつって、そう面白かったな。そう今はね人間です、今は演技とかじゃない。そうね、だからね一応テロップにはそのロールプレイっていうのを入れてあるので、でも難しいよね急にさ、なんかさ私は誰ですかってさ、知らない人が見たら本当にびっくりすると思うの。だから最初今日は三浦ひなのルームへようこそ、本日のロールプレイは仲間、意味わかんないけど仲間も意味わかんない、先週委員長やったんですけど仲間はもっと意味わかんないけど、でもねまあストーリー性をつけるとしたらこんな感じになったのではないでしょうかっていう。いかがでしたか皆さん。よいしょ、コメントで大喜利するの超面白い、結構好きだよ私それ 笑ってはいけない的な感じになっちゃうけど、うん、そう入りがね、そうだからね前髪もちゃんと濡らしたのよこれ。そうアーメンそこペーってやって、そうで途中から見てる方はねびっくりするね、ごめんね、ありがとうございます。今日は特にアドリブが多かったですね。先週は何度か自分でもこう喋ってみたんですけど、今回はなんか分かんなくなっちゃって、そうとりあえずそのねカピバラの特徴を捉えつつ、私は誰っていうのを意識してたまにコメントを拾ったりして、そう見ましたね本当にありがとうございます。ね、そうね、まあこれ毎週やれるうちはやっとこうかなというふうには思ってるんですけど、まあ先週が、まあ、人の委員長でしょ、で今日がカピバラじゃん、次どうしようかなって、なんかさ毎回結構さストーリーつけるってなると1対1って最終的に仲良くなってちゃんちゃんって終わるのが多いんですよね。だからね難しいんだけど、あんまり別にストーリーに深みがなくてもいいよっていう方はね、よかったらこれからも見てみてください。うんうん、そう今日はね8時15分までの枠なので、ちょっとねお話をしつつ、まあそうカピバラたまにカピバラになってたしね、でカピバラね茶色っぽい目とかめっちゃ茶色くしました今日ね。てかこの服超久々に着て、これつぐちゃんとお揃いで買ったお洋服で、これもね私がお揃いで買ってつぐちゃんにプレゼントしたピンで、握手会の時とあと夢の国に学校のお友達と一緒に遊びに行った時にねダッフィーとシェリーメイで、私茶色でつぐちゃんピンクベージュみたいなのでやった時に着た服なんですけど、久しぶりに着ましたね。これ一番カピバラっぽいじゃんと思って、茶色で分かりやすいよねこれねそうで久々に来ました。うん、ショールームで菜々子さんが三村さんに舞台出てほしいって言ってた。嘘、嬉しい、全然やりたい、いやめっちゃ舞台好きなのでミュージカルとかもね
もうぜひやらせていただきたいですね。あ、そう、今日からね、生誕グッズのね予約が始まったんですよ。皆さんいかがですか？どうでしたか？そうね、そうね、デザイン、そう、今回もカピバラを描いたんです。で、もともとそのオレンジの T シャツなんですよ。で、あれな、何オレンジだったかな、ゴールドイエローみたいな色だったんだけど、もっとね薄いオレンジにするつもりが、在庫がなかったらしくて、 T シャツの。そうだからね、ちょっとね予定よりも濃いオレンジになっちゃったんですけど、あの絵の具でバーってやった上にイラストがあるみたいな T シャツのデザインにさせてもらったので、で、あのカピバラちゃんもちょっとこれからその自分なりにね、カピバラって結構キャラクターとしてさ、カピバラさんとかいるじゃん。だからその分かりで、どうイラスト化したらいいかなと思って描いたのが、あのまつげが長めのカピバラちゃん だから今度からそれを、まあ、何かしらで描いていけたらなと思っている今日この頃ではございますね。はい。あ、ちょっとじゃあ、なんだい？ロールプレイのリクエストね。NGT の曲のストーリーは面白そうだな。ツンデレ彼女。彼女って難しいよね。彼女って難しいよね。私がね、あんまね、わかんないのよ。そうね。あ、そうそう、双子コーデね。そうそうそう。あれ？ぐるぐるしてる。ごめんね。予約した。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。カピバラに名前つけてないな。名前つけてない。まあ名前ね、まあ、てかもう、カピバラじゃん。カピムラとかでもいいんじゃないかなと思ってるんだよね。カピムラ。カピバラでカピってイン踏んでミでバでバだけ変えるカピムラ そうで、火のでかじるようにね、ありがとう。なんかカピムラじゃん、それは。もうむしろそれははるか村じゃん。で、はるか村のさ、マフラー超面白いんだけど、何土地をか何土地なんだっけ、土地にしゃべ語ろうみたいなやつだよね。なんだっけ、忘れちゃった。面白かった。一応あれ女の子のつもりで書いてますね。まつげ長めの、そう、私がカピバラ、ね、ちょっと顔違うんだけどね。あ、人工知能、そう、アンドロイドの役とかもやってみたいなって思いましたね。そういうの好きなんですよ、結構。で、なんか本当に人というか人間の方で、めっちゃアンドロイドの真似が上手なインフルエンサーさんとかもいて、いや、かっこいいなと思いますよね。そういうのもありだなとは思ってます。いろいろ考えてはいるんですけど、とりあえずね、来週、あ、土地に話しかけてみようか。てか、もともと三村だからさ、そう、弥彦村、春香村、三村みたいなとこあるからね。そう、私だけ名前だけど。そうそうそう、アンドロイドだったらもっとね、多分ね、もっとちゃんと服装考えよう でもアンドロイドっぽい服ないな。そう、ボカロとかね、そういう AI 的なやつはありですよね。面白そう。だから来週はちょっとまだ考えてないけど、カピムラ多い。あ、そう、今日ね、そう、お昼というか夕方か、夕方頃にね、私あの時何してたかっていうと、動画を見てたの。何を見てたかっていうと、 YouTube で飲み物を飲んでる動画を見てたの なんか、いや、暇すぎて、なんか私すごい飲み物が好きだから、いろんなおしゃれな飲み物をこう、何こう作って飲んでるみたいな、そういう動画を見てたんだけど、そしたら突然ね、そういう iPad で見てたの。そしたら携帯で、LINE の着信音が鳴ったのよ。ドゥ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 、あ、なんだっけ、忘れちゃったけど。そしたら見たらさ、ゆかって書いてあるのさ。いや、ゆかさんって ゆかさんから、そう、電話来て、出たらショールーム中で、そう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 、おいのゆかって書いてあった
そうで、ゆかさんのそうショールーム中でそう電話して、めっちゃ久しぶりに声をね聞いてね、ゆかさんってねそう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 、めっちゃ嬉しかったね。でお話しして、うん、よいしょね、ショールームされてたからね。そうその後ねちょっとね覗きました、うん、ショールームもコメントはしてなかったけど、うんね、嬉しい。で本当にメンバーに会ってなくて、だから超寂しい、マジで寂しい。なんかもうこうなんだろう、なんて言ったらいいのかな、超寂しい。なんか毎日会ってた人と、まあ、先輩とかだとなかなかあれだけど、あのね研究生は特にそうだから、毎日ほんと毎日会ってたのよ。全然会えなくなっちゃってね、寂しいなっていうのは本当にね多いなね。あ、なに、あ、そ、あ、本当、卒業してた子たちにも電話してたんだ。そこ見てなかったな。うん、あ、もちろんファンの方もさ、本当に握手会が2月からないじゃない、マジで。なんかあのね、なんかもう本当にこうなんだろう、活力にならん、活力にならんって言い方あれだけど、やっぱ直接お会いして、目と目で 目を見てお話しした時のやっぱりそのファンの方からいただくパワーっていうのはやっぱ大事だなってすごい思ってますね。なかなかさ、こう文面だと伝わらないこととか多いじゃない、だから大事だなって思いましたね、ちゃんと顔を合わせて話すっていうことは。うん、本当にね、だって何考えてるかわからないじゃない、だから今ファンの方が何を求めてるのかなとかも結構わからないじゃない。そういうのをね考えると、やっぱりね握手会とか、また公演ももちろんそうですけど、やりたいなってすごい思いますね。なかなかね今というか、うん、あといつあとね、いくつぐらいできないかわかんないけどね。そう、あ、そう、笑い方がゆかさんに、そう、なんかよく言われるような、最近よく言われるんですよね。最近っていうか、そのなんだ、ここ数ヶ月、半年わかんないけど、うん、ね、本当に元気、やっぱ推しメンとねお話しするのはね元気が出ますからね。私もそうですけど、うん、で電話配信ね、そうね、そう、今ショールームしかないからね、その顔を見せられるっていう点だと、まあ、メールとかもあるけど、メールも本当に今何もみんなにお伝えできるようなレベルのものがなくてですね、本当に。夢元気だと思うよ、多分ね、大丈夫だと思うけど、うん、一応ね LINE とかはしてます。研究生の LINE グループがねそこそこ動いてるので、相変わらずね、そうだね、まだみんなと明けましておめでとうしてないね。あ、めっちゃお腹鳴ってる、お腹すいたうん、なら、そうね、うんね、みんなにもね、ひのもみんなに電話するのもありだね。うん、そう、本当に推しは押せるときに押せだよ、本当にそう、マジでね、マジで本当にそう思うわ。まだね、あつ森ね送ってないですね、フレンドコードだよね。 NGT3 期生になりたい、初見さんだ、うわえ、嬉しい、こうやって言ってくれる子がいるのはとてもとても嬉しいですよね。私もずっとこういうこ、そのなりたいっていう立場だったからね、なんか、いや、まだ全然自分でそんなことは、そうは、うん、その日が来るのはまだだと思ってますけどね、いつかもし先輩になるという日が来た場合よ、私はどうなるんだろうって結構思ったりする。てか結構研究生でそういう話するんですよ。いや、後輩がもしできたらどうしようかっつって、サラが、いや
私キャッチフレーズ考えてあげるって言ってたよ本当にね、うん、ね、みんなと電話とかしたいな。もう時間かな。あ、もうすぐ時間だね。うん、うん、え、うん、そう、みんな集まりやってるよね。研究生みんな元気よ。多分会ってないから、ちゃんと会ってないから分かんないけど、 LINE はいつも通りな感じいつも通り超ふざけてる。うん、あ、そう、もう時間になりましたね。で、明日は何するか全然決めてないけど、最近はちょっとコメントを読む配信がなかったので、まあお話ししていこうかなと思ってます。また7時半からね、ちょっと時間まだ決めてないですけど、7時半からやろうと思います。はい、ということで、ロールプレイ、仲間、まあどちらかというと、まあ、カピバラっていう題名でいいと思うんですけどありがとうございました。とても楽しかったです。また来週やりたいと思います。ということで、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。それでは皆さん、また明日、おやすみ村、バイバイ。ひのはこれからご飯食べるよ。 YouTube 見ながらご飯食べようバイバイ。じゃあね、おやすみ村、おやすカピ村